さあというわけですね、おはようございます、翔子です、今日はですねちょっと、怒ってますという、まあ、怒ってるというか、まあ、ちょっと世の中の不満シリーズみたいなことがね、まあ、こう皆さん生きていく中でね、まあ、思うことってねいっぱいあると思うんですけどね、僕をねこれどうなんかなって思うことがね、一つあるのでね、それを、この動画でですね、お話ししていきたいなと思うんですけども、その不満というのがですね、カップ麺なんですよね。まあ結構こっち来てからですね、カップ麺、まあ、食べる機会がね、結構多くなってきて、だからこそねこう思うことというのがあるんですけども、まあね、お湯こうね、カップ麺食べるお湯をね、入れるためにね蓋開けて、でなんか液体スープとかこう火薬とかを別でね入ってる時って取り除いて、でお湯入れるじゃないですか。あれがねめちゃくちゃめんどくさい一つ、まあなんか最後にかけるとかやったら分かるんですけども、火薬とかあるじゃないですか、まあトッピングみたいなやつですね、麺でいう、まあチャーシューとかなんか野菜系のやつ、火薬っていうのを、なんていうんですかね、お湯を入れる前にさっき入れるんですよね、麺と一緒に火薬を入れてからお湯入れるんですよね。それだったら分ける必要なくねって思うんですよね。日清のカップ麺とかやったらとかチキンラーメンとかかなとかやったらもうすでにね入れてくれてるんですよね、火薬を。なんでお湯注ぐだけですぐ食べれるっていうね、それはめちゃくちゃいいです、はい。っていうように他のやつもしてほしいんですよね。なんで火薬を別にするんですかね。結構あるんですよね、こうやってると。こういうね液体スープとか最後にね召し上がる直前に入れてくださいだった方とかやったらまだわかる。できればでもそれもなくしてほしい。うん、なんか麺に染み込ませてるようなね、やっぱ日清のカップ麺、王道のね、やっぱカップ麺はね僕最強かなって思いますね。まあ味もそうなんですけど、その手間がね、僕なんか火薬に関してはなんで自分で入れる必要があるのかなっていう不満があります。これ皆さんどうですかね、僕だけですかね思ってんの。なんかねこうもし、共感できるであればグッドボタンお願いします。もし共感できない方はねグッドボタンお願いします。っていうようなね僕の、独り言でした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。